グエンオク・ロアン、グエンオク・ロアン、1930年12月11日から1998年7月14日は、ベトナム共和国、南ベトナムの軍人、ベトナム戦争中、総監を務めた。1968年、テト構成の最中、ロアンが、南ベトナム解放民族戦線、ベトコンの士官を路上で処刑する様子が写真家によって、 撮影された。この写真は、サイゴンでの処刑と題され、反戦のアイコンとなった。1930年、笛の中産階級家庭にて、11人兄弟の一人として生を受ける。大学では薬学について学んだ。1951年に入隊。間もなくして、推薦を受けて、士官候補生学校に進み、モロッコにてパイロットとしての教育を受けた。 1955年に帰国し、その後の10年間は空軍にて戦闘機パイロットとして勤務した。後に、グエンカオキ副大統領の側近となり、警察総監を務めた。民間中のベトナム戦争中に起きたテト構成の際にサイゴンで捕虜を射殺した映像は世界的に配信された。ベトナムにおける民族主義を強く支持していたことに加え、 アメリカ人に対する優遇措置を拒否したことなどから、アメリカ側の交換には、ロアンを疎む者も少なくなかった。アメリカ側からの圧力を受けたベトナム共和国議会の移行によって一時解任されたこともある。捕虜の処刑から数ヶ月後、ロアンは、機関銃による銃撃により、右足の切断に至る重傷を負う。1969年、足の治療のために、 アメリカのに入院するが、これが一部のアメリカ市民からの批判を招いた。民主党所属の元上院議員は、ロアンを残虐な殺人鬼、ブルートル・マーデラーと非難し、彼がアメリカで治療を受けていることを、不名誉な物語の不名誉な結末だと述べた。1975年4月の最後ン貫落とともに、グエン・オク・ロアンは、南ベトナムからアメリカへ亡命した。 1978年、ロアンの国外追放が試みられた。民主党所属の会員議員は、当時のインタビューの中で、ロアン将軍は冷血にも他の人間を射殺してみせた、あらゆる基準において、彼の行いは不道徳だと述べた。ホルツマンは、ロアンの住所を突き止め、戦争犯罪者の疑いのある外国人の一覧の一部として、INS へと提出し、 永住権取り消しに向けた INS の調査が始まった。しかし、この際に撮影者のがロアンを弁護する証言を行ったことで、INS はロアンに同情的な立場を取るようになった。最終的に、ジミー・カーター大統領が、こうした歴史修正主義は馬鹿げていいと述べて介入したことで、国外追放は回避された。その後アメリカ政府からの資金援助を受けて、 ワシントン DC 郊外バージニアシューバークのローリングバレーモールにてピザレストランを開業した。しかし1991年に過去が公に明らかにされると仕事は廃業した。アダムズはロアンのピザショップを訪れた際、そのトイレの壁にはお前が誰かはわかっているんだ。クソタレという落書きを見たと回想している。ロアンはチオンマイという女性と結婚し、 5人の子供がいた。1998年7月14日、バージニア州バークで、ガンのため死去した。サイゴンでの処刑と題された。この写真は、1968年2月1日、AP 通信路によって撮影された。テト構成の最中のサイゴンで、グエン・オク・ロアンが、南ベトナム解放民族戦線、ベトコンの士官を路上で処刑している様子を映している。この様子は、 NBC ニュースのカメラにも映像として撮影されたが、アダムズの写真は決定的な印象を残した。この射殺された士官が何者であるかについては未だに議論があり、グエン・バンレム、原文連もしくはであるとされている。両者とも手と構成下のサイゴンで戦死したベトコンのメンバーで、双方の遺族とも、おののがこの写真の人物に告示しており、断定はできないと証言した。 捉らえられた士官はロアンの前に引き出され、ロアンは個人所有していた回転式拳銃の S&WM38 を引き抜き、その場で彼の頭部を銃撃、士官はすぐさま血を噴き出しながら倒れ込んだ。その光景は目の前にいた AP 通信カメラマンのエディアダムズ及び NBC ニュースのテレビカメラマンらによって撮影された。写真と映像は全世界に配信され、 反戦運動に勢いを与え、ベトナム戦争への介入に対するアメリカの世論に多大な影響を与えることになった。エディアダムズはこの写真で1969年度のピュリッツァー賞を獲得した。写真を見たオーストラリア出身の従軍記者、パッド・バージェスは再び戦場へと戻ったという。南ベトナム側の発表によると、レムはその日に南ベトナムの警察官やその家族を殺害した。 ベトコンの死の部隊の指揮官であり、レムが逮捕されたのは三十四体もの縛られ、射殺された警察官とその親族の遺体が放置された溝の付近であったという。しかもそれらの犠牲者には、ロアンが名付けた頃六名など、ロアンの副官と親友の家族たちも含まれていたということだった。カメラマンのアダムズは南ベトナム側の説明を確認したが、彼は処刑のために言い合わせただけだった。 レムの未亡人は、夫が、ベトコンのメンバーであり、テト構成が始まってから、夫の姿を見ていないことを認めた。処刑の直後、処刑に立ち会わなかった南ベトナム政府高官は、レムは、ただの政治的スパイだったと発言した。撮影の直後、ロアンはアダムズに対し、奴らは、俺の同胞とあんた方の同胞を山ほど殺したんだ。仏様も許してくれるだろう。 ゼイキレドメニーオブアワーピープルアンモニーオブユアーズアイシンクブッダウィルフォーギブミーと語った。後年のインタビューによれば、撮影の時点でアダムズはこの写真を特別なものとは考えておらず、泥沼化しつつあったベトナムでの戦争、それも共産軍による一大攻勢の最中において、単に誰かが誰かを殺しただけのありふれた一日たちの出来事のように捉えていたという。 サイゴンでの処刑について、ボブ・シーファーは、戦争全体を要約したものだと評価したほか、は、彼の写真こそ、戦争が変わった瞬間だと思うと評価している。後にホワイトハウス主任写真家を務めたは、第二次世界大戦中の有名な戦場写真、イオウ島の正常期と比較し、ジョーロー・ゼンタールの作品が、ヒロイズム、愛国心、戦場での勇敢といったものを表現した一方、 アダムズの作品はその正反対にある戦争の本当の姿を表現したのだと評した。アダムズはこの写真、サイゴンでの処刑で1969年度、ピューリッツァー賞ニュース速報写真部門を受賞したが、にもかかわらず、アダムズは後にその引き起こした衝撃を後悔していると語った。この写真は反戦のアイコンとなった。ロアンと有名になってしまった自身の写真について、 アダムズは後にタイム氏に寄せたロアンへの追悼文の中で以下のように述べている。アダムズは同じ追悼文の中でロアン将軍は本物の戦士だった彼のしたことが正しかったとは言わないが誰しも彼の立場に立って考えるべきだ。彼は私を決して非難しなかった。君が取らなくても誰かが取っただろうと。それでも私は彼や彼の家族に対して 長らく罪悪感を抱いてきたとも語った。その後アダムズは自身の写真によってロアンの世評を傷つけたことをロアンとその家族に直接謝罪した。また、その死に際しアダムズは彼を次のように賞賛した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。